ワンタン、はい、どうもこんにちは、ザワと申します。天真爛漫実況続きやっていきましょう。ということで、サナさんの選択肢シーン2回目なんですけれども、ここあれだね、あの宇野花さんの歓迎パーティーの下りが終わったところですね。はい、まあ、あ、じゃあ歓迎パーティー終わって、でそっからなんかね、みんなにさ、あのバレて同居してるのがバレてでそっからなんか学校でね、まあ時は先輩とこう絡む下りがあってみたいな。はい、まあそれでね、ここで、まあ、時矢先輩も出てくると。あ、ここで図書室出てくるんだ。なるほどなるほど。ちょっと図書室がね、あんま出てこなかったんで、結構珍しいですよねこれそっか、あの時矢先輩の下りだと図書室出てくるんだね。まあ今回はあのサナさんということで、これ2工程してくれてるんですけどね。はい、今回教室なんで、教室に来てくれてんのかな。はい、じゃあ見ていきましょう。おお兄さん、よかった、ちゃんといてくれました。いやー、今回ちょっと BGM 変化あってよかったいつもなんか BGM 変化なしにこうザー入るからさいやいやいや、よかったよかった。はい、じゃあ見ていきましょう。サナ、どうかしたのか、忘れ物か、英語の辞書でも貸してほしいのか。そんなんじゃありません、ちゃんと辞書だって置きっぱなしにしてます。あ、そうなのそれどうなんだろうなおそれ、うーん俺もそうだから大きな声では言えないけど、それって胸を張れるようなことなのか。胸を張ってるわけじゃなくて、心配はいらないということを言いたかったんです。んー、まあな、それはいいけど、一体どうしたんね。ですね、兄さんにいいものを持ってきたんですよ。なんか嫌な予感が前回の選択肢シーンがシーンなだけになんか怖いですけども、何なんでしょう。まあそんなね、まあでもサナさんが悪いもの持ってくるみたいなね、やばいもの持ってくるっていうのはないとは思うけどね。いいもの。嬉しそうに微笑みながら、サナは包み紙を渡してくる。お、4月16、これはなんかバレンタインかなんかかなと思ったけど、全然違ったわな4月16だもんな。兄さんにプレゼントなの。お、いきなりしかもなの出た、サナさん好きの人がね、こうキュンときてしまうこの語尾、たまに、しかもこれたまに出るのがさ、ずるいよねこのナノ。わざわざ一体何なんだろう。サナがくれるものだから怪しいものじゃないとは思うけど、でも家じゃなくても、家じゃなくて学園で渡してくるっていうのは一体、確かにね、わざわざね。そんな期待されるとちょっと困るんですけど、とにかく開けてみてください。おう、ああ、わかった。サナに言われて包みを開けると、そこには白い小さな粒が入っていた。ご飯何、白い小さな粒、おう。まるで錠剤みたい。いや、錠剤にしてはやけに丸いな。何なんだよ、その表現の仕方。わかんねえんだけど。これは今日、科学の時間に作ったラムネ菓子です。おお。あと、べっこう飴なんかも作ったんですよ。ああ、なんかあるよね。ラムネ菓子でさ、こうなんかちょっと丸っこいやつと、あとなんかふ菓子みたいなやつでさ、結構米みたいなやつあるじゃん。あれもね、結構案外美味しいんだけど、なんだろう、あんま食う機会ないよねだからこういうさ、科学の時間とかさ、なんか家庭科の時間とかでさ、こう作った余りとかでさ、触れたりするときに、なんかうわすげえ珍しいっつってさ、なりますけど。いやいや、なんかべっこ飴とかもね、なんか簡単に作れるんだけど作らないよね。だからこういうのでもらえると嬉しいよね。ああ、そういや俺もやったような記憶がある。べっこう飴の方は私が食べちゃいまして。うまいもんな。それは別にいいんだけど、このラムネはもらっちゃっていいのか。はい、そのために持ってきたんですから食べちゃってください。そうか、それなら包みの中のラムネを一粒口の中に放り込む。ちょっとした甘みが口の中に広がっていった。科学の授業で作ったお菓子だし、特別なことをしていないはずだから、普通としか言いようがないのだが、まあまあまあな、うまいはうまい、まあまあね。まあでも渡してくれたのがサナさんだから、まあ格別うまいじゃないですか何を言っているんだ俺は。うん、ちゃんとできてる、うまいぞサナ。本当ですか、よかった。お、なになにそれ。なんでイオリが入ってくんだよなんでここでイオリが入ってくんだよ。イオリさん、授業で作ったラムネですイオリさんっていうのがいいね、なんか。ん、千歳妹じゃないか。おう、兄の教室で何してるの。
早く自分の教室に戻りなさい。ゆかり先生、もうゆかり先生ルートではな、あんなにすごかったのに。千歳妹兄みたいなね感じでこう言ってますけどね。いやいやいや、あのゆかり先生気になる人はあのもう動画上がってるんで見てみてください。すみません、すぐに戻ります。まあまあ先生、そんな冷たいこと言わないで。うん、妹ちゃんがわざわざ授業で作ったお菓子を持ってきたらしいんですよね。ちょっと追い返すのもな。お菓子？ああ、そういえば科学の授業でそういうことしてたか。いや、千歳にはもったいないぐらいできた妹ちゃんですね。うん、俺の妹に欲しいぐらいですよ。ちょっと何言ってるか分かんねえな。それはさらにもったいない存在になるからやめておきなさい。しかもさ、心配しかかけねえよな。なんかさ、欲しいわとか言っといて、じゃあ可愛がるのかっつうと、お前なんかすげえ旅行行くからさ、もうただ心配しかかけねえさ、ダメ兄貴になるぞ。マジでダメ兄貴になるぞ本当に。もういや、絶対行かしちゃダメだよ。え、それどういう意味ですか？絶対なんかさ、サナさんをさ、お前の妹にしちゃいけないよ。ならなくてよかったよな、逆に。気にしなくていいよ。うん、千歳妹はよくできた妹。結論はそれだけだ。そういうことだな。はあ、あ、なるほど、そうですか。いや、さっぱりしてんな。いや、そうですかじゃねえわ。そう言っていおりはそのまま納得してしまったらしい。アンにバカにされてることに気づいた方がいいぞいおり。すぐに戻りますけど、その前にカラスバ先生やいおりさんもどうですか？お、俺も食べていいのか？そう言うなら、ま、一粒もらおうか。お言葉にね、甘えていきましょう。俺は一粒なんて言わず、もっともらってもいい？もうお前はあれだもんな、なんかわけわかんねえもんな。本当になんか、こういう時にさ、こうガツガツくるんだけどな。なんかよくわかんねえやつだな、お前も。ええ、それは別に構いませんけど。もらったのは俺なんだから、ちょっとは遠慮しろよ。わーってるって、全部食べたりしないから。それじゃあほら、ゆかり先生は言葉通り一粒、そしていおりの方は10粒ほどもらった。何粒ぐらいあるんだろう全部で。確かに俺の分もちゃんと残っているが、10粒は取りすぎだろ。なんか5粒ぐらいだったらわかるけどな。別にいいんだけどさ。うん、普通のラムネっぽい、ちゃんとできてるよ。お、ありがとうございます。おう、毎度妹ちゃん。いや、食いながら喋るな。口の中いっぱいにラムネを詰めたイオリはちょっと喋りづらそうにそう答えた。何も一気に食べなくても。相当腹減ってたのかな。東雲、君ね、喋るならちゃんと食べ終えてからにしなさい。ほら、後で飲もうと思ってたサイダー、これをあげるから。なんだと。ああ、未開封ね、未開封ならいいや。あ、すみませんちょ。そこ重要だから。未開封はのところ重要だからな。飲もうと思ってただからな。あ、でも わかんねえな。あ、でも飲もうと思ってただからそうだよね。いおりは何の疑いもなくゆかり先生から差し出されたサイダーに手を伸ばす。飲みかけじゃないよな、もちろんの。そして何の疑いもなくサイダーを口の中に含んだ。それシュワーなるやつやん。炭酸がこうやばいよこれ。あれじゃん、もうシュワーなるやつやん口の中。ラムネをまだ食べ続けていた口の中に。いや、それはまずいですね。あの穴が多いようなね、なんかラムネみたいなね食べ物に、まあそういうシュワシュワする炭酸系を持ってきちゃうと。あ、バカお前、止めるのが遅れた。もう最悪だよな。プシャーなるよな、これ。その間に、ゆかり先生は安全な位置に逃げ出してる。おい！もうすべて分かってやってたな、マジ。俺も逃げないと。と思うが、それよりも先にいおりの口の中で反応が起こる方が断然早かった。あの、メントスコーラみたいな感じですね。まあまあまあ、簡単に言うとね。音よ、音。シャーもうホースが暴れ回ってるみたいな音になってるけど。うわぁ、きったね。なんですか。お前ちょっとサナさんにかけてないだろうな。うわなんだ一体、突然口の中で泡が。お前、炭酸水の中にラムネを入れたらどうなるかぐらい知っとけよ。うわぁ、泡が。
これな、これさ、やったことある人だったら分かるけどさ、結構やばいよね、口の中おかしくなるよね、もうもうブクブクブクブみたいなさ、もう吐くしかないだろうぐらいの勢いでさ、こう膨張するからさ。どうしたんですか、口から泡がブクブクと。大丈夫ですか。すみません、私のラムネそんなにまずかったですか。サナさん分かってないの。テンパってるだけかな。違う違う、ラムネの味がどうこうじゃなくて。本当に泡吹いてるよ。テレビとかで見たことあるけど、本当にそんなことになるんだね。やめてあげて、その実験すんのやめて、その人で人で試すのやめて。何してんですか。そう、こんなことを巻き込んだ超本人は少し離れた位置で楽しそうに笑っていやがる。床はサイダーの泡でベトベト。イオリはあたふたしながら、なんとか反応が落ち着いてきた口の中のサイダーとラムネを飲み干す。なんかよくわからないけど、うん、口の中で突然泡が。なんでなんかよくわかんねえんだよお前も。なんでなんかよくわかんねえんだよ。まったく、この程度のことも知らないとは、今の子供は情けないね。いや、社会人にもなってこんないたずら仕掛ける方が情けないですよ。あ、でもさ、そっか、この時期って9年ぐらいだったっけ。だよね、あれだ、あの動画でメントスコーラ流行ってた時期だな。YouTube でなんか2011年前後ぐらいにさ、なんかね、例の毎日投稿系の人たちがなんかね、まあそういうネタをやったりとか。やってた時期が、ちょっと流行ってた時期ありましたけど。あー、そっか、もう大体それぐらいか。確かに普通は知ってそうなもんだけどさ。どういうことなんですか兄さん。ラムネと炭酸水を一緒にすると炭酸が一気に噴き出すんだよ。なんか諸説はちらほらあるみたいだけど、うん、まあ一種の社会勉強だよ。身をもって勉強できてよかったでしょ。ラムネと炭酸水は一緒にしない。あ、そう、あとね俺一回失敗したんですけど、あの納豆あるじゃないですか、納豆と炭酸系もやめた方がいいぞ。これ俺一回失敗したんだよな。納豆を食った後に、おっしゃー、なんか今日なんか美味しそうな三ツ矢サイダーあるってさ、バカー入れてさ、で飲んで、高校の時かな、飲んだのよ。したらさ、ブク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 になって。そうそう、あのね、マジで納豆もやばいんで、納豆のその残ったネバネバもね、ちゃんとね、こう水で流し込んでからサイダー飲まないとマジでブクブクなるんで、やめた方がいいですよ。そりゃなんないとは思うけど。確かに勉強はできましたけど、みんなやんないとは思うけど。ああ、面白かった。一つまた勉強になったな、生徒としてな。ダメだこの人、完全に人をおもちゃにして楽しんでただけだ。というわけで片付けはちゃんとしとくように。しかも尻拭いは全部こっちかよ。あの兄さん、私がちゃんと掃除しますから。いや大丈夫大丈夫、サナさんはいいから。そんななんかイオリの唾液をサナさんに触れさせるわけにはいかない。いいって、ここは俺が片付けとくから、お前は自分の教室に戻れって。そうそう、俺も手伝うから大丈夫だって。手伝うからじゃねえ、お前が率先してやんだよ。お前の唾液なんだからね。まあもうこっちもな、ちょっと止められなかったこっちも悪いから、ちょっと手伝うかな。お前が手伝うのは当然だろ。これで俺だけ片付けるとか、ただのいじめられっ子みたいじゃないか。まあ、確かに。そうですか？本当に大丈夫ですか？大丈夫です。そんな責任感感じる必要ないです。大丈夫だから。ああ、それからラムネは本当にちゃんとできてて美味しかったぞ。そうだな。別にラムネの味には何の問題もなかったよ。そう、問題があるとしたら、まあ、ゆかり先生かな。そうだな。はい。ありがとうございます。それじゃ、戻りますね。そうしてサナは自分の教室に戻っていく。はあ、それじゃあ片付けるか。そうだな。なんだこれ。この後始末辛いパターン。いやいやいや、災難でしたねサナさんもね。まあ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 、でもなんだろうな、本当逆回が続きますね、選択肢シーンは。なんか退屈な選択肢シーンはないですね。はい、ということで、じゃあ、今回は以上にしたいなと思います。まあ、短いんですけどね。なんだろう、こういう短い感じでね、こう、どん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 選択肢が続いていって、ね、もうすぐルート行けるっていうか、まあ、共通がね、そこそこ長いっていうのもあるんだけど、その代わりね。
うん、ちゃんとこうしっかりあるっていうのもあるんだけど、選択肢の間でね。まあでも、なんだろう、こういう感じでね、こうポン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 ね、やっていければ、なんか、ね、他のルート行ったりするときも、こう、サクッとこう入れるんで、いいですよね。まあなんか、ユズソフトさんは結構やっぱこういう選択肢シーンで、こう、見せるというよりは、なんかこう、共通の方でね、うん、ストーリーをしっかり作っといて、で、選択肢シーンはなんか、もうほぼね、もうルートに入るためのおまけみたいな感じでね。で、ルートに入ったらがっつりストーリーがね、展開していくみたいな。なんかそういう感じなんで、なんか選択肢シーンでね、こうめちゃめちゃ長いですみたいなね。で、なんか、共通まで行くのに結構かかりますとかそういうパターンじゃないんで。なんか、やりやすいですよね。はい。まあ、実況するのもやりやすいし、多分、まあ、みんながね、まあ、手に取ってやってみるのもかなりやりやすいんじゃないかな。なんかそう思いましたね。はい。じゃあそんな感じで。まあ、でもなんか複雑なやつもやりがいあるけどね。ま、そんなこと言っといて。うん。なんだろう。まあ、乙女ゲーとかによくあるパターンだけどね。複雑な選択肢シーン。あれ、こっちじゃないのみたいな。あ、こっち行ったらなんか全然違う方入ったみたいなね。みたいなのも乙女ゲーとかでね。まあ、あるんですけど。まあ、俺がね、知ってる乙女ゲーはそんな多くないんですけど。まあまあまあ、乙女ゲーとかもね。まあ、皆さん興味があったら。やってみてください。まあ、乙女ゲーも言ったらギャルゲーみたいなもんですから。どっちが、主人公かっていうね、だけなんでね。うん。どっちがヒロインか、どっちが主人公かみたいなね。うん。男を攻略するか、女を攻略するかみたいな。あ、違う。攻略、男に攻略されるか、こっちが攻略するかみたいな。そうそうそう。まあ、どっちかの差なんで。まあまあまあ。まあ、興味あったらね、そこら辺もちょっと見てみてください。まあ、とりあえず、ゆずソフトさんのね、この天使ラーマンをね、皆さんは、興味あったら買ってみていただければなと思います。はい。ということで、じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。なんで乙女のくだりになったんだろう。はい。ということで、バイバイ。ありがとうね。